食えない。ありがとうございます。それでは初めに小樽屋台村ロマン横丁運営会社西条保全株式会社西条公俊よりご挨拶を申し上げます。皆様こんばんは。寒い中、ようこそお越しいただきました、西条保全株式会社の西条と申します。日頃から屋台からご愛顧いただいている、お客様本当にありがとうございます。去年の4月7日実は7日なんですけれども、こちらのロマン横丁がオープンいたしました。このようにせっかくですので、各店舗をですねここで、ご紹介したいと思いますので、ぜひ拍手の方を送っていただければと思います。はい、こちら、お寿司屋さん西家でございます。よろしくお願いします。続きまして、カキバケツやお寿司を出しております恋ちゃんです。よろしくお願いします。続きまして、揚げ物、天ぷらや、串カツなどを提供しておりますワバルタクです。よろしくお願いします。続きまして、鉄板焼き、ステーキや焼きそばなどを提供しております鉄板哲也です。よろしくお願いします。続きまして、まあ、小樽ではおなじみだと思いますスープカレーケランです。よろしくお願いします。はい、続きまして一番手前のお店でございます、まあ、夜食ですけれども、立ち飲みバー、キャロルガーデンでございます。よろしくお願いいたします。はい、そして最後でございます、だし専門店うどんやお茶漬けなど出しております伊藤園です。よろしくお願いいたします。7店舗で今後とも頑張っていきますので、皆様ご愛顧の方よろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆さんこんばんは。店主を代表として新年の挨拶をさせていただきます。明日4月7日で開店1周年を迎えることができました。こうして1周年を迎えられますのも、ひとえに皆様のご愛顧を賜ると深く感謝しております。これからも末永く皆様に愛されるよう、店主一同新たな決意で邁進する所存でございます。今後ともご愛顧ご支援賜りますよう心よりお願いをし、1周年の挨拶とさせていただきます。いたします。私からせーのと声をかけますので、会場の皆さんどうぞよいしょという掛け声で、合わせて鏡を開きたいと思います。どうぞ会場の皆さんもお声をかけていただければと思います。それでは小樽屋台村ロマン横丁と、本日お越しいただきました皆様のますますのご多幸とご繁栄をお祈りいたしまして、皆様お声をお願いいたします。せーの、あ、でも素材も美味しいです。